何タワーでしょう、これは。ありがとうございます。起きれたねタワー。ひろちさん、ツインテールありがとうございます。お目覚めタワー豪華なタワーやな。起きただけでタワーもらえるんか。私はありがとう。じゃがしまさん、ツインテールありがとうございます。三角さん、リボンありがとうございます。今日はツインテールの日ですが、私はツインテールをしていません。寝起きです。アリスさん、リボンありがとうございます。クッチーさん、白いちごありがとうございます。バクタラさん、ツインテールありがとうございます。アライアン、リボンありがとうございます。眉毛ね、脱色機能してね、配信の後にで、今ちょっとね、眉毛ちょっとパウダーしてるんだけど、ちょっと明るくなりました。マーギーさん、中堅八甲さん、ゴーちゃん、リボンありがとうございます。ジャガシマさん、ツインテール女ありがとうございます。キロクニさん、リボンありがとう。ホダリボンってもしかしてなんかどっかでもらってこれるやつ。脱色するとき痛くなかった。いや、痛く全然なかった。なんか痒かった。大地くん、リボンありがとうございます。キロクニさん、リボンありがとう。あー、これ無料のやつ言い方悪いけどじゅんちゃん、ツインテールありがとうございます。え、これさ、なんかリボン別に集めて今回あるっけ。周りとか荒れてなくてよかった。でもめっちゃはみ出したんだよね普通にめちゃくちゃはみ出しまくったんだよね。うちなんかイベントとかやってないよね今回。48はなんか一般の方向けのは多分あると思うけど、あれあったっけ、なんかイベントとか。平松さん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。だよね、やっぱ意外だよね。絶妙に眉毛ブリッジ難しい。私眉毛ブリッジを初めて、ブリーチ初めてやったんですけど、なんか意外と思ったより大丈夫でした。時間、置く時間とか書いてる通りに置いてた。あ、でも本当は15分って書いてたんですけど、あ、なんかまたタワー来た。ケイボーさん、タワーありがとうございます。はるかさん、ツインテール。じゅんちゃん、いちごありがとうございます。何のタワー、何、おめえさん、ブリーチ頑張ったね。タワー、なんでタワーが2個も投げたの今日なんで給料日怖いんだけど、そんないっぱいいきなりタワーを投げられると。嬉しい 20%、 怖い 80% これから UFO 食べます。最近のカップ焼きそばも雪切りの時具が吹く。ああ、それわかるかも。ちょっとブリッジした時時間長くやったらやったら明るくなった。そう、15分って書いてたんですけど、でもなんか私がたまたまアマゾンで、その私が買ったんですけど、今回のブリッジじゃないというか眉毛を、そう、そしたらなんかそのレビューに10分したらいい感じになりましたみたいな、金にはしたくなかったので10分ぐらいにしたらめっちゃいい色になりましたって書いてたから、あ、じゃあ10分でいいんかな私もと思って、でそれで10分後に剥がしてみたらめっちゃちょうどよくて色が、あ、10分でよかったみたいな。多分これ以上やったらガチキーになるんだろうなみたいな。ちょっとその周りの毛のなんかめっちゃ細い産毛とかあるじゃないですか、ああいうのが若干キーになってたから、あ、よかったみたいな、この時間で正解じゃんと思って。マジアマゾンレビューしてくれた人本当にありがとう。カンさん、ツインテールありがとうございます。髪の毛
毛の色素薄かな、どうなんだろう。ちょっと待って、目かゆい。なんで、モンパパツインテールありがとうございます。多分金とかにし、金とかにしたい人は15分とかやったらいいんだと思う。はあ、でね、そんな髪の毛茶色見えない。そうなの。でもなんかちょうどいい感じの色になってね。山町さん結婚してありがとうございます。無理です、失敗しそうで自分でできない。どうもじゃん、意外とできた。グッチーさんリボンツインテール女ありがとうございます。いやでもなんかムカついたのが、ムカついたって言うとあれだけど、どんちゃん HKT シェツさんツインテールありがとうございます。なんかその片方の2個なんかそうブリーチ剤みたいなの混ぜるんですけど、片方が1個目が粉だったんです。粉となんかクリームみたいなの混ぜたんですけど、粉が蓋が開きづらくて、開けた瞬間ブハッて広がってとかブハッてこぼれて、まず その辺の片付けをするとこから始まりました。まだこれから色変わるの。あの髪の毛と一緒で多分抜け落ちたらその色が、それ次生えてくるやつは黒になると思う。なるって書いてた。タワー投げたら怖って言われるんだ。だってなんか1日2個もタワー普通にあんま投げないじゃないですか。しかも何にもなさすぎん今日。J坊さんツインテール女ありがとうございます。ブリーチってこのように、いや青くなかった、今回は私は白でした。どっちも。テンポイントさんツインテール女ありがとうございます。なちゃんが可愛い記念日。あ、タワーでもくれるんですか。あ、タワーでもくれるんですかね。青いやつだったらめっちゃ脱色する。なんかさ、あの結構眉毛脱色するのに結構みんななんかあの眉毛顔とかに使っちゃいけないやつを使ってるらしいんですよ。結構安くて有名なのあるんですけど、それで最初やろうかなと思ったけど、それが店舗に売ってなくて、たまたま私が買いに行ったところだから Amazon で頼んだんですけど、こっちでよかったかなみたいな。ケントルので許してください。いいよ。ヤガシマさん白いちごありがとうございます。俺がタワー投げても怖がらない。いや何もない日に10本来たら怖いかもしれない。今日マジでめちゃくちゃ眠くてですね、はあ、ごめん、なんて言ってるか分かんなかった、ね、なんか今日マジでめちゃくちゃ眠くて、本当になんか眠すぎてびっくりしちゃって、寝たんですけどそれでも眠たいんだよね。髪の毛金やけ眉毛も抜こうかもなって、抜いた方が絶対いいよ。髪と眉毛同じ色がいいっていうよ、かちょっと明るめ、聞いた話は。明るくなったら染め直すの、そうだね、一旦メイクさんにこれを見てもらってどうですかみたいな、変えてみたんですけどどうですかねって聞いて、あいいんじゃないって言われたら、まあまた明るくなった時、あ違う暗くなった時に染め直そうかなっていう、染め直すっていうかまた色抜こうかなって感じ。でもさ、これ今さ眉毛のさパウダーしてるからこの色なんですけど、落としたらもうちょっと眉毛がやっぱさ黒だった分がもっと色が薄くなってるわけだから、なんか眉毛ないみたいに見えるんだよね。ちょっとゆきひろさんツインテールありがとうございます。
HKT チャイトおじさんリボンありがとうございます。新体制になって全く疲れはないですねありがたいこと休みだったので明日はめちゃくちゃ朝早いんですけど、お仕事同じ写真の撮影をしてきます。めちゃくちゃ早いです。朝本当にありえんぐらい私びっくりする、びっくりして普段そんな時間に起きないよっていう時間に起きるので起きるのがすごく心配ですね。矢ヶ島さんリボン女ありがとうございます。そんなに早いの？いやいや、その5時とかではないけど普段私が起きない時間なので。トワイライトさん200回目の方もありがとうございます。それが結構心配って感じ、起きれるかしらって。平松さんツインテールありがとうございます。朝4時の起こしたりのことだけど、いや朝4時はちょっと起きたくないな。仕事だから6時50分起きです。あ、でも私も言ってそのぐらいに起きなきゃいけないかも。心配やだ、心配。何やらすねん。何、もう出勤してる。うわー、はい、や毎日4時ね。怒られろ、4時起きの人にいや私にとって結構6時半ぐらいに起きると思うんです。その時間に起きるって相当早いんですよね。もう頭おかしくなるんじゃないかっていうぐらい私の中では結構やばい、しんどいんですけども。BB さんかわいい、ありがとうございます。早起き苦手な、そう、めちゃくちゃ苦手ですね。絶対に成功させようねーのやつや。何のネタか分かんないけどそこの部分だけ知ってんだよね。ショートスリーパーになりたい。でもなんかなろうともなれるらしいよ。多分いつか体壊すと思うけど、あれ今日って大事な日だからパワーください。パワーやー。それ何のネタかは分かってないんです。そのネタ、何のネタの下りからそれを言うのか分かんないですけど、その言葉だけは知ってます。マックさんツインテールありがとうございます。あ、またタワー来た。ケーボーさんタワーありがとうございます。あんたタワーが来た、怖い。今日なんか、今日なんか同じ人からタワーがいっぱい来て怖い。何にもない日なのにいっぱいタワーが来て怖い。何？借金とかしたの？給料日？給料日なのか借金したのか。何？怖いんだけどやだ。そんで今日じゃなくて明日にしてよ明日からイベント始まるから明日にしてよ。
年末ジャンボでも確かに、え、当たったの当たったならすごく嬉しい。 HK 店長よりそうじさん、ツインテールありがとうございます。バカ、明日投げてくれたら明日からイベントあったのに。明日もくれるっていうことか。そう、明日からイベントあるので、バレンタインのやつみんなよろしく。私どうしてもコテ欲しい、絶対に成功させようねーのやつだよ。知らんけど、さっきから知らんけどしか言ってないけど、シンプルに知らんかった。うわーバカー、私どうしてもコテが欲しいんです。私の髪の毛のためにみんなお願い。いやの綺麗な髪もっと綺麗に保ってほしいでしょ雑おすすめの金融機関。あ、行ってらっしゃい、仕事。明日も3本投げるけど、何大丈夫、それ本当に大丈夫、何パ、え、何大丈夫、当たった本当に年末ジャンボ今の3本で A 子で買える、いやそうなんよ。何臓器売ったか、年末ジャンボ当たったか、めっちゃ給料入ったか、どうしたの、拾ったなんかお金とか。おすすめの稼ぎ方なんだろうね、おすすめの稼ぎ方。いやお金借りないでね、本当にウィナちゃんに貢ぎましたとか言わないでね。誤送金絶対やめろ。名前アバターに自慢ポイント、なんかやべえのご自慢そう、なんかやべえ方が欲しいのね。みんなお願いお願い、マイメロ、あ、これマイメロだ、この服今日今着てるのマイメロだ、マイメロ。髪の毛を巻き巻きする工程が欲しいの、お願い。お願いマイメロディショールームがアンケート来てた、本当りなちゃんが可愛いですっていっぱい書いとって、有田キリキリマイさん、ツインテールありがとうございます。たまにタワー投げ台があるだけ、何それ怖いんだけど、何その恐ろしいな。マイメロ、明日からタワー欲しいな。吉ラッキーさん、100回目の方もありがとうございます。明日の夕方頃遊ぶ予定あるけど、明日はね多分いつも通り本当夜にやると思う。
きなライバーのとこ栗山になってから、そんなのあるの、いっぱい書いといて、今これを見てる1270人の皆さん、栗山になって書いといて、前の時と前なんだが、じゃあ今度言ってあげるねそんないっぱい怖いよって。ラフィリーさん CM テレビで放映された、あ、本当本当、クックパッドのやつのアンケートのアイドル部門にイナちゃんで投票してくださいな。何のやつ、私がイナしたやつ、こちらどんな機能についてほしいところでありますか。わかんない、でも髪の毛が痛みすぎなければいいかな。ちなみに私もらえる種類知ってるんですよ、何のコテがもらえるか。どうしてもそれめっちゃ欲しいやつ、めっちゃ欲しいっていうかめっちゃいいやつで、うわこれ買えたらいいよね、でも高いよねと思ってたやつなんです。欲しいんだ、キルン、コテとアイロン、いやコテは髪の毛巻くやつです。アイロンは、まあコテもアイロンじゃアイロンなんです。あ、いやでもアイロンは違うか。アイロンはまっすぐつるやつ。ストレートアイロンがまっすぐつるやつ。固定は巻くやつ。ゆうやくんツインテロンありがとうございます。インスタのフォロワー増えてます？え、全然わかんない。インスタちょっと更新止まったからね、一旦。最近何もなさすぎて。何もやってなさすぎて、更新することがなくてですね。細いやつ、でも明日ちょっとインスタの写真撮ろうかなと思ってる。いや今日も撮ったんだけど、あまりにもドスッピンすぎてちょっと面白くなっちゃって、逆にそう今日リノと行った時に写真撮ったんだけど、なんかそんな、そもそも私は写真を撮ろうと思ってなかったので、ほんとマジドスッピンで眼鏡で適当な、割と適当めな格好で行ったんですけど、なんですけど、あまりにもドスッピンすぎて、本当におもろいぐらいすっぴんだったんですよ。だからめちゃくちゃブサイクで、ちょっとこれ大丈夫かなっていうやつ迷ってる、だからどうするか、本当にひどいの姉ちゃん、すっぴん可愛くない、ブスブス、今日特にブスだった。え、だからすっぴんは素でも別品をすっぴんだから、すっぴんって言っちゃダメなんだよね。ノー化粧、ノーメイクスタバ新作、え、あ、スタバ新作で明日からなの、今日からだと思ってた。え、絶対飲もうじゃん、ツインテールね、雑インテ、今日の配信見るだけで仕事途中なの、お疲れ、いい、スクショダメだった、いや今日スクショダメ、ブスだから凛ちゃん尊い、ありがとうございます。なかさんは、わ、ツインテール女の玉が来た、怖っ、いっぱいツインテールの女が飛んでた、怖っ怖い、ありがとう、ツインテール女の玉ありがとう、めっちゃ飛んでた、ジャガシマさん可愛い、ありがとうございます。リセットの時にした巻きツインが、あ、生誕とかでやってたやつかな、私の固定ツイートの写真か、あれかわいいよね、かわいいよねとか言って
あれ好き。結構高いところでやったんですけど、ツインテール。私ツインテール高ければ高いほど可愛いと思っちゃうので、ツインテールちゃんなんて名前なのすごいツインテール女やばい。クイナタワースクショ、いや写真撮ってる。ちょっと最近サボりがちなんですけど、タワー投げてくれたの、あの絵に描いて何丸々さんなんとかタワーありがとうっていうのやってるので、ちょ最近サボりがちなんですけど、ちょっと待って、やばい、今思い出した、誕生日の分書いてない、うわ本当にごめん、ちょっと待って、もう書けるかな もう時効で、いやダメだよ、それはかわいそうだよ。僕の好きな最強ツインテール似合いすぎて休止する、なんで二つに結んだの、男たちは首だけ。名前まとめててもいいかも。ちょっと考えるね、ごめんね、ちょっとそんで本当にごめん、マジで誰かお願い、本当にもう一回教えて、ちょっと前に誰か教えてくれてたんだけど、誕生日タワーのやつスクショがどっか行っちゃったかもしれないから、お願いします、ごめんなさい、本当にごめんなさい、完成してます、過去マイメロボイス。いやスタバ絶対明日飲む、絶対飲む、絶対飲む、58分です、あ、やばい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 。13位、中堅八甲さんありがとうございます。12位、テンポイントさんありがとうございます。11位、アリトキリキリマイさんありがとうございます。10位、 HKT 中蔵寺さんありがとうございます。9位、スミさんありがとうございます。8位、春ゆかさんありがとうございます。7位、のどかさんありがとうございます。6位、翔さんありがとうございます。5位、平松さんありがとうございます。4位、グッチーさんありがとうございます。3位、ジャガシマさんありがとうございます。2位、タカさんありがとうございます。1位、ケイボーさんありがとうございます。ありがとうございました。グッチーさん、ジシノクさん、お疲れありがとうございます。ジュンちゃん、お疲れありがとうございます。 HKT チュエトジさん、花束ありがとうございます。テンタコちゃん、ツインテール女ありがとうございます。ジャガシマさん、お疲れありがとうございます。2時までスプラして寝る、うわ強っ、ちょっと私今日は無理だわ、明日早い。最近全然やってない、リノちゃんと家で久しぶりにボンバーマンやったぐらいだな今日スイッチは近々したいねって言ってるんですけどね。平坊さん、結婚してありがとうございます。無理です。じゃあみんなおやすみ、明日私が起きれるようにだけ祈ってて、おはようってツイートするから、寝坊しなかったら。ルちゃんに魚風呂乗ってる、本当？ありがてー。平坊さん、結婚してありがとう。無理、あれ言ったっけ。じゃあおやすみ、バイバイ。みんな短くてごめんね、明日からのイベント頑張ろう、バイバイ。Yes.